デンマークのクラジナーと呼ばれる伝統的スタイルの自家製クルーラーチョコレートでトッピングされたフレンチクルーラー。クルーラーはドーナツ生地をねじりながら円を描くように成形された揚げ菓子でありシナモンを混ぜた粉砂糖やアイシングで覆われていることが多い。ツイスターとも呼ばれる。クルーラーの名前は州生地で作られたフレンチクルーラーと同様に19世紀初頭の 曲がったという意味のオランダ語クララーに由来している。クルーラーは伝統的にドイツなどのヨーロッパ諸国で始純説の前の主謀言としてマルディグラの日に食べられている。デンマークではクラジナー、スウェーデンではクラネイターと呼ばれる。語源は共に定作戦語である。スカンディナビアでは一般的にクリスマスにクルーラーを食べる。クルーラーはカナダ、アメリカのニューイングランド、 中部大西洋岸諸州、中西部、カリフォルニアで日常的によく食べられている。ドイツのクルーラーの起源は多くのゲルマン人の移民が住み着いたドイツ中西部にある。家族が経営するパン屋ではクルーラーをクラーラースと呼ぶこともあるが、アメリカではダンキングスティックス、もしくは単にスティックスと呼ばれている。ダンキンドーナツは新しく導入した機械では、 伝統的なクルーラーの生地を作ることができず、生地の成形を手作業で行う必要が生じたため2003年に販売を停止した。ティム・ホートンズ、ハニー・デュードーナツ、クリスピー・クリーム・ドーナツでは現在も伝統的なクルーラーの販売を行っているが、ダンキンドーナツではフレンチクルーラーのみの販売となっている。その代わりダンキンドーナツではクルーラーの代用品として、 機械によって手作業で作られたものよりも多くねじられたケーキスティックを数種類販売している。中国で売られるクルーラーには東アジアや東南アジアで食べられる油状に由来するものもある。ヨゼフ・ P ・カーン、ウィズ・プログレス、A クルーエル・ツイスト、ボストングローブ、25オクトーバー2003、ティム・ホートンズ・スナックス ベイクドグッズハット http コロンスラッシュスラッシュ www.honeydewdons.com スラッシュフードスラッシュプロダクツドト html クリスプクレムプロダクトリストハットダンキンドーナツプロダクトリストチャイニーズブレイクファストアットオールアバウトアクセスト一メイ2008ミドウェスターンクララワスありがとうございます